林瀬。こんにちは、渡辺林瀬。高校3年生18歳、渡辺林瀬です。趣味は、モルックをすることと映画鑑賞です。特技は、手相と地球相と好きです。こだわり、私の人生でこれだけはこだわっていきたいなっていうのは、自分の理想の保湿リップを探すので、いろんな会社のリップを試すということです。私常に唇が潤っていないと嫌で、まあ、早い時は2週間ぐらいで使い切っちゃう時とかあるので、自分の理想の保湿リップを探すことが頑張ってますね。自分を一言で表すと、好奇心で生きてる女っていう感じですかね。これ楽しそうだなって思ったやつはすぐに動いちゃう人なので、そうですね、楽しいなって思ったらすぐ動く人です。おそらく私は芸能界に入っていなかったら鍼灸師になっていたと思います。理由は、高校2年生の時に見た韓国の時代劇で鍼灸が登場してかっこいいということでいいなと思ってます。これは小学生の時から手相のことをなんか無意識に買ってて、でそれで無意識に、あ、面白そうってことで見ていたら、いつの間にか趣味になってて、でいつの間にか届きになったっていう感じです。なんで、そうですね、小学生ぐらいからですかね。最近始めたことは、こう以前 BS 朝日さんのバトンタッチという番組をさせていただいた時に、もっと社会に貢献したいなということで献血を始めてみたりしました。きっかけは学校からパンフレットをいただいたり、母からいいよっていうのを聞いてたり、そういうのもあって背中を押しされて始めました。あと3月ぐらいに何か新しいことを始めたいなって、スケボーも始めました。多分寝てないんでしょうけど、みやぞんさんの顔真似ができます。ありがとうございます。はい、締めの言葉は、皆さんが私を見るという機会を増やしていきたいなと思っています。もし私が出た作品でね、あー、この作品に出会えてよかった、あー、いいものを見たって思っていただけるように努めていきたいと思っています。ぜひ応援よろしくお願いします。バイバーイ。